逆方向、三塁線フェア、ベースに当たる。さあ二塁を伺う伺う、一気に二塁を落とし入れたツーベース。渡来が父の古巣スワローズ戦1番バッターでいきなり三塁線ベースに当たるツーベース。ノーアウトランナー二塁。ちょっとヒットの出てない期間もありましたけれども、まだまだ始まったばかり。今シーズンのベイスターズの希望の一人です。ここまで2ホーマー6、打ち返したショートの横を抜けていく。2打数2安打、渡来2安打放ちました。さあベイスターズワンアウト1塁。ここは走る構えだけ、セカンドの右赤羽から2塁へ、ショートベースカバーアウトだけです。ランナー入れ替わります。2アウト1塁。そしてスタート、松本らを打たせません。盗塁成功、プロ初盗塁石狩。2アウトランナー2塁。松本直樹の送球も少し浮きました。ただここは意地の盗塁、プロ初盗塁。2アウトランナー2塁。さあその石狩を招き入れるか。佐野二遊間突破、センター前、ランナー3塁回る。バックホームは中継角度、ホームイン、同点。3番佐野タイムリーヒット、1対1。石狩の盗塁、プロ初盗塁も生きる佐野のタイムリーヒットです。変化球投じてきましたが食らいついていった佐野のバッティング、きっちり打ち返していきました。ようやくベイスターズここでつながりを見せました。右方向抜けていく。佐野は二塁から三塁へ向かう。青木がゆっくり返します。佐野つないだ、ここは牧もつないだ。ツーアウトランナー三塁一塁。ランナースタート、牧二塁はどうだ、セーフ。今シーズン牧2つ目の盗塁ふうに思っていましたが、ここで動いていきました。三塁ランナーはそのままです。今年はキャンプからこの意識改革に力を。マークショートの上、ライナー運んで左中間に転がるヒットになった。山本は二塁を伺うが、戻る。さあノーアウト一塁。あとさあは急に前進、ランナースタート、二塁送ってショートベースまたセーフ、盗塁成功。山本盗塁、今シーズン初盗塁してるんですかね。去年ゼロなんですよね。一生懸命今選手名鑑を見ています。プロ初盗塁ですね、達成すると。さあプロ初盗塁になるかどうかのリクエスト、どうでしょう。セーフで、フォア、スリーボールからバント完行。村上が一塁へ。さあここでツーアウト三塁というベイスターズです。2安打の渡来を迎えます。打ちました、セカンドバート通過、三塁ランナーホームイン、渡来勝ち越しタイムリーヒット。今シーズン7打点目、4月の5日のジャイアンツ戦以来のタイムリー。やっぱりこの人は何かを持ってます。青木の打球、ジャンピングキャッチ、その直後3安打、今シーズン2度目の猛打賞。渡来プロ2度目、3月30日開幕2戦目のあの4安打以来ということになりました。変化球を合わせていきました。これもいい当たり、セカンドの横というか、今日2安打の佐野、完全に復活、お目覚めという感じの佐野です。三遊間のゴロ、村上のグラブを弾きながらレフト前へ、少しかすめたか。さあ佐野巻連打、右へ、どうだ、グラブをかすめたか、それを通過、二塁打、三塁止まる、止まる、満塁です。矢崎右打ち、3人ヒット、シングル3連打。
再び伊藤コーチマウンドに行きます。石上倒れた後佐野真希、さらに宮崎、センターへ、レフトへ、ライトへと3人がそれぞれの方向、ボール、押し出しのフォアボール、ベイスターズに次の1点が入ります。サイスニードが押し出しのフォアボール、悔しそうに今ボールを受け取りました。3対1、ライトへライナーセール、打球はワンバウンド下がってボールを取りました。佐野ヒット、今日これで3安打の固め打ち、今シーズン2度目、4月の6日のそのジャイアンツ戦、2つの3安打から5試合連続安打、そして今日も3安打です。今日は3回タイムリー、5回センター前、そして7回ライト前、ファーストでコールでいく、ライト前2安打、3、4、5、3人がマルチ安打です。佐野は猛打賞という今日のベイスターズ、4人が1軍にいるという状況です。外のボール食らいついていった、入間突破、意地のヒット、桑原、3月30日以来のヒットが出ました、今シーズン2本目。